さあ始まりました。はい、今日の企画はなんとうちのボーカルの本当に歌が上手いのか企画、イエイ。説明しよう、今日はチーム戦です。春一人対ゼックス、ユータ、ヤートシー、この3人で戦いますが、カラオケの点数バトルで、春が勝つか、俺らが勝つかの勝負。もし春が勝ったら、俺たち3人が激辛料理を食えれん、買ってきたんで、ね、買ってきたんでね、これで食べます。もし春が負けたら、春が一人で全部食い干すという、そんな企画です。じゃあ、うちの VO、春くん、意気込みをどうぞ。まあ、ここで負けたら、なんだろう、ボーカルやってる意味ないんで、頑張ります。じゃあ、始めます、イエイ。Yeah.
約束し僕たちはいつの日にかまたこの場所で出会うその日まで飲み咲いた花のように決して負けずに強く咲いたい。さあ、何点でしょうか。わかりません。さすがだわ。よかった。いや、これだけは、ここでトップいったんじゃない。これだけはね、よかったです。ありがとうございます。ということで、すごい。やっぱり春はボーガルでした。はい。これからも頑張ります。さあ、この後罰ゲームが待ってます。さあ、罰ゲームですけれど、俺リラックスしてましたけど、これは激なんですか、この唐辛子。萌えから唐辛子を入れちゃうということで、はい、これぐらいじゃん。ちょっとね、こう、あ、飲みますか、あれそういうのいらない。俺食べれねえよ、ミットこれ。そんな金俺、普通の唐辛子が無理だもん、まず。こいつやったな。こいつやったな。壊すのやめて、こいつやったわ。こんな感じで、ドゥドゥン。うわぁ。赤。
結果並んでねえけど俺も食べるっていう流れ。うん、飲めろこれ。辛い辛い。あ、飲めろこれ。あー、無理だこれ。飲んだって口になって。あー、欲しい。これ嘘。電源入っちゃった。味は美味しくない。俺も飲みたい。うわ辛い。いや、辛いよね。ラクーズって味が変わんないはいいけど、なんかここでさ、もう完璧。いただきます。やばいやばい。あ、重い。辛っ。辛っつうの痛い。以上、罰ゲームでした。ピーン。ラッキー罰ゲームだ。